皆さんこんにちは。こんにちは。先週はカンボジアについてちょっと話をしました。で、今日はまあ私自身チベット人であるということもあって、チベットについてちょっとご報告したいと思いますけれども、はい、これもですね、まあ、ある意味で私以上にですね、古川さんが本当に、まあ、古川さんのみならず、はい、何名か日本 の友人たちがですね、熱心になって毎年デモ行進やったり、あるいはそのシンポジウムなどでいろいろ発言したり、それからビラを配ったりいろいろやってますけれども、まあ、今年3月10日はチベットの決起記念日です。で、まあ、来月 の3月10日には多分東京でもですね、まあ、世界中ですけど、はい、いろいろデモなんかあります。で、今回は特に皆さんにご報告したいのは、アメリカの下院議員、今アメリカはですね、与党と野党、共和党と民主党がね、いろんなことで、意見が合わないことが多いんですけれども、チベット問題に対してはですね、大多数の支持で、下院の方でチベット政策、チベットアクション、チベット政策行動、チベット政策行動に関する法案が可決したということで、はい、それについてもちょっとそうですね、うん、ちょうど、2月の中頃ですかね、アメリカの下院ですか、そうで画期的な法案、チベット解決法みたいな、そうです、のが出されたというのがちょっとニュースになりました。で、今回 の下院議員 その法案に関しては、一つはチベット問題というのは未解決であるということ、だから中国政府に対しても今後も引き続きこの問題を解決するようにアメリカも特にこれがですね、下院議員から上院議員に行ってそこで可決されて大統領がサインしてくれればね、今後はアメリカ合衆国の政策の一つになる。で、そういう意味で非常に意味あることだと思うし、で、もう一つは今までチベットについてちょっと曖昧だったんですね。いわゆるその特に表現の仕方としてチベット自治区だけを指していることがあったけど、今回は特にそのロビーストの人たちが前もってこう、まあ、アメリカの場合にはロビストがある程度その議案を作って提唱して、でそれをまた議会の議員の方で直すんですけども、まあ、そういうことに対して SFT とか ICT とか彼らの努力もあって、いわゆるその中国の雲南省、四川省、甘粛省、それから青海省で、これらの中に分割してチベット領を編入させたんですけれども、ここも全部含むということ、これが僕は非常にですね、明確にしていることが大事だと思います。いわゆるチベット自治区をだけを指しているんじゃないってことなんですよね。そうそうそう、それ以外の地域も、まあ、チベット、もともとチベットなので、そうそう、それも指して、その地域も指して明確にこう書かれているというのが書かれてるってこと、すごい画期的だところですね。で、特に日本でもですね、好意的なメディアでさえもチベットの地図を出すと自治区の地図だけ出すことがありますので、はい、でそうするとね、ダレラマ法王は青海省で生まれになった、安堵で生まれになった、私は漢で四川省に入ってますので、法王も私もチベット人じゃなくなっちゃうから自治区から外れてるんですね。外れてるんです、はい、そういう意味でですね、非常に大きな意味があるということと、もう一つは今回の法案でまだちょっと足りない部分があるのは、かつてはね、チベットを占領下の国家という定義付けの法案提出何回かして取ったこともあるんです。だけど最終的に大統領がサインしなかったから、はい、それで時間切れになるとその法案が流れる。 ですから今回
Under occupation、state under occupation という言葉は、私が見た限りではちょっと入ってない。そこまでは言及してないけど、しかしチベットとは何かということを明確にして規定したことは本当に画期的だと思います。で、アメリカの議会がそういうふうにやってくれると、おそらく次はヨーロッパ議会、そうですね、ヨーロッパ議会の場合に、個々の国がやるのはやっぱり中国との関係があるからなかなかできないけど、ヨーロッパ議会としては特にこれって指すところないもんだからそうですね、毎回ですね、アメリカで通ったものがその後にヨーロッパ議会で解決すると可決するというような流れになってますので、期待したいと思ってるんです。それからもう一つは僕今回見てやはりですね、議会に可決した時にチベット支援者の人たちがもうその議会の外で大喜びになって、でその中に、私の年齢の人たち、自分たちはこの過去、60数年間頑張ったけど、今回、このような法案ができたということは素晴らしいと言って涙ぐんでしているんですね。でそれでそういう人たちが若い人たちに対してお前たちよくやったなということで、で若い人たちのリーダーシップ、これが本当にね、SFT を中心に今チベットの若い人たち、それで彼らはアメリカ のロビー活動のやり方をよく知っているから、で今回も彼らとしてはですね、何回かワークショップをやったと。でそのワークショップ を繰り返しやって、それからさらに、アメリカのそういう分野の専門家などに対しても相談して、で何回も陳情して、結果として、可決したと。で上院の方は多分大丈夫だと思います。一つは、ほとんど今までも上院はまとまり、チベットに関しては共和党も民主党も積極的だったし、それから今アメリカの確か上院の場合に1議席の違いです、与党と野党で、その1議席 のキャスティングボートは今アメリカの副大統領、アメリカの場合には副大統領が上院の議長を兼務してるんです。じゃあ民主党政権の、そうそうそう、だからもちろんね、伝統的には昔は反共という立場でどっちかで言えば共和党の方が支持者多かったんです、で、民主党の方は人権ということの中心にどんどんやるようになったけど、昔 その共和党の人たちはむしろですね、反共という立場でチベットを支援して、だから日本以外の国ではどっちかで言えば人権ですから、リベラルというか、そういう人たちの支持者が多いということですね。日本の場合には残念ながら左の方々、左というと右というのは自分はどこにいるかによって右も左も違うと思うんですけど、私はどっちかで言えば中日本においては保守的と言われてますので、私からするとその左の人たちはですね、人権は自分たちの専売特許であるかのようなで、そしてそれ以外の人たちがやることに対しては無関心で無視するというところがあります。で日本のメディアもそれにちょっと似たようなこと、ところがありますけど、最近ですね、日本も少しずつ目覚めてきて変わってはきております。で例えばその長い間アミネスティ インターナショナル、海外ではものすごく支持があったんですけど、僕が日本のアミネスティにいた時は門前払いだった。これは非常に残念なことで、ありましたけど、その後、人権という問題に対しては時々アミネスティの方々も参加してくださったり、
あるいはそのチベットのチベット国内で刑務所に入った人の話を聞いたり、そういう意味ではですね、やっぱりその1960年代70年代に比べたら、あの、まあ、いわゆるリベラル左の人たちもですね、結局その自分たちが外行くと分かるわけですよ。あの、日本以外の国々はチベット問題も取り上げてるということで、そうですね、はい、だからあのちょっとその日本でもね盛り上がることを期待しています。まあ、それとあのもう一つは、もちろんその世界中が関心を持っているのは、これも何回かここで取り上げましたけど、あのダレルマ法王の、まあ、後継者の問題。あで、はい、あのチベットの場合にはもちろんその法王ご自身は113歳まで生きるとおっしゃっていますから、あの今私たちがそんなに心配することはないんですけれどもですね、しかし、まあ、この世の中にあのアーという声を出して生きてきた人たちが最後にうんという声を引き取って、そしてこの世を去るということですの で、うん、で法王もあの人間の姿で、まあ、私たちからすると観音菩薩が地上に、救済のためにいらっしゃるということですけれども、やっぱりそのもう来年多分90になる、あの数え年では、そうなってくると、まあ、あのチベット人以上にですね、今世界が関心を持っている。それはやはりその次のダライ・ラマ法王の生まれ変わりをどうするかと。でこれに対して中国はもういろいろ歴史を捏造したりね、昔から中国が任命したとか、いろいろ言ってるんですけれども、まあ、実際はね、あのこれちょっと映るかどうか分かりませんけれども、この写真、はい、この写真ですが、先生どんな写真ですか？あのこの写真見るとね、はい、上がダレルマ三世で、下はあの皇帝、そして皇帝が下からこう祈りをして、でこの隣がそのちょっとアップしたものですね、皇帝の写真。あ、ここですね、うん、あの小さく下からこうあの拝んでるんですね。だからあの要するにローマ法王と多分ね、かつてのそのイタリアの皇帝のような関係ですよ。中国が言ってるような、はい、あの中国の皇帝が任命するとかそういうことじゃなくて、それからあの清朝、元朝から清朝までですね、清朝も引き続きそのチベット仏教 をあの受け入れて、いましたの で清朝の皇帝なんか最終的に自分自身もね、あのお坊さん の、 たちあの修行行者だけじゃなくて高僧になってしまったんですよ。あの、寛隆帝ですね。そうそうそう、はい、寛隆帝も、自らがこう仏になった図というのが見えるかな。これですね、よ、白黒です、みません、これですね、はい、それからあの、もう一つはですね、第五世ダレラマ法、これがあの清朝時代に、岩宮って北京であの大きなお寺お寺と宮殿があるんですけどこれですか、お寺、うん、でそこに書いてるようにこうチベット語と、それからあの大変だ、ああこれ、あチベット語とモンゴル語とあの中国語並列して書いてますよ。あの、まあ、簡単に言いますと、最近の、ね、あの中国政府、共産党政府が言っている歴史観っていうのは、あの、まあ、ダライ・ラマ法王とか、まあ、中国の政権がこう 支配していて置いていたと、任命してたというあのシステムの宣伝してるんですけども、そうそうそう、実際は全く逆というか、ただしそれはね、あの時代の違いだと思いますよ、うん、あの今日私たちは国民が直接リーダーを選んで、そして国民の支持があればあのリーダーになれる、
しかしかつては力を持ってリーダーになっても、それを正当化するためには神様のあのなんていうかな、認知がなければならない、祝福なければならない。だから歴代のあの元朝とか清朝の皇帝たちは、自分たちは神様の代理、まあ、化身であるダライ・ラマ法王からも認知されてるということを、認められましたよっていうことが必要なんですよね、ということを国民にもね、はい、うん、あの言うことによって自分の権威がさらに高まると、その時のその時代の考え方、その時代の政治ということを考えたら当たり前のことです。ただし孫文以降、中国の人たち、特にその孫文の場合にはあのアメリカの影響かなりありましたから、あのお檀家とあのお寺の関係ということはあんまりよく分からない。で、むしろそのスポンサーというか、その物質的に応援したり、それからあの軍事的にあの守ったりしている方が偉いと、うんうん、ということですね。あの誰でも法王、歴代の法王はですね、頭使ったんですよ。あの何かがあるとき、例えばネパールもチベットをあの侵略したことあるんです。こういうときにあの中国 の, たあの軍隊助けてもらおうと。でそれは今あのウクライナにアメリカの、まあ、いろんな国が支援するのと似たようなもんですよ今でも、ね、権威を借りるというか、はい、であの、うん、逆に英国がチベットを攻めた時もまたあの清朝の軍に助けてもらったりするけど、しかし彼らは助けてすぐ帰るんですよ、うんうんうん、決してそのチベットに残ってずっと応援したわけじゃない、まあ、そういうことを考えるとね、あのチベットは非武装を通して、そしてあの何かの時には助けてもらおうと、それがお寺と檀家の関係だったと、まあ、そういうことだと思います。ちょっとあの長くなっちゃったけど、まあ、あのチベット問題について少しずつ皆さんのに対して説明しながら、できればもっとチベットを理解してもらえればと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。